翼だ。
ったわね。あら、ロベルト？やったな、翼。決勝進出か。人の持つサッカー技術は全て自分のものにしないと気が済まないやつ。翼、お前は一試合一試合自ら成長していく。もう翼には俺など必要ないのかもしれないな。じゃあ、本当に転校しちゃうのか、美咲。うん。今は夏休みだけど、2学期からはまた別の学校に行くことになってるんだ。そうか。じゃあ、こうなったら美咲と一緒に優勝するしかないな。あ、美咲と負けて別れるなんて絶対嫌だよ。よし、優勝だ。頑張ろうぜ、美咲。何、美咲？美咲がいるのか？なんだ？松山くん、それに富良野のみんな。やっぱり美咲か。そうか、今は南葛か。俺たち富良野を頑張って出てきたぜ。美咲は顔が広いぜ。チームは変わったけど、一緒に大会に出られたな。うん。こうなりゃ富良野と南葛で決勝戦だな。お、そうだな。転校ばかりしている僕だけど、サッカーをしているおかげで僕にはこんなに大勢の友達がいるんだ。それじゃな。上げろ、気をつけろ。落ちろ。お前ら、決勝に出られたぐらいでいい気になってるんじゃねえ。優勝は俺たち明和に決まってるんだ。決勝トーナメント1回戦は確かうちでやったな。ワイはなにわ FC のキャプテン中西太一や。ま、お手柔らかに頼んますわ。